クレームオープンから、来ていただきました、コアラさん、よろしくお願いします、そして本日、クレームオープンが来ていただきました、トマちゃん、これ午前中にいますあのオリジナルソングを歌っていただきまして、昼からサポートしていただいております、オリジナルをですね、3曲持ってまいりまして、次の曲が喧騒と石爆の狭間という、ちょっと濃い歌なんですが、これがですね、ちょうど2年前なんですが、抱負で、豪雨災害がありまして、その時に、抱負で、活動されているチキバンという、ね、主催者の方が、どこに大事かな、おられますが、チキバン坂本さんという方、この方がですね、現役の支援、復興支援ライブを企画されまして、それにご縁があって、僕もですね、出演させていただいたんですが、当日、電気が、ね、止まっていて、もう電源がないので、マイクも当然ありません。で当然、ギター、今、ラインされますけど、そういったものも一切ありません。で会場にはブルーシートを敷いて、その前の方に椅子がちょこんと一つ置いてあって、そこで歌わさせていただいた歌なんですが、その時もそうですし、今もね、東日本で大きな災害があって、皆さん大変だと思うんですが、ちょっとした目標であったり、そういった約束であったり、そういったものですね、大きなものってなかなか実現できないと思うんですが、僕たちも広島ミュージックジャンボリーでいろいろ各地イベントをさせてもらったり、それから現役の募集するライブをさせてもらったりしてるんですが、そういったちょっとしたこと、一つ一つをですね、大事に目標を見失わないように、やっていきたいなという思いで歌わさせていただいた歌です。聴いてください。
立ち止まること。
ありがとうございました。